はい、どうもコミです。さて本日は関西クラクラクラブからお届けしてまいります。今日はですね、僕の攻めではなくて、クラメンの攻めですね、花火を見ていきたいなというふうに思っているんですけども、タウンホール15が出てからやっぱ花火ってちょっとね、使いにくさがやっぱり目立ってきてるかなっていう感じが、正直僕はします。皆さんどうですかね。その代わり突撃艦スパーチャーがすごい流行ってるんで、そっちにこう流れてるっていうのもあると思うんですけど、今日はどんな配置なら花火ができるのかっていうところ、要するにどんな配置にはできないのかっていうところもね、その裏返しとしてあるわけなんですけど、いうところをね、見ていきたいと思います。配置を選べばまだ花火って結構使える戦術ではあるかなと思っていて、で、そういうね、ところの、学びっていうのを、クラメンの攻めをこう見ながら、一緒にね考えてきたというふうに思ってるんですけども、まず1本目はですね、カズさんのこれかな、見ていこうと思います。特徴簡単に言うとですね、一番これが分かりやすかったんで例に挙げたんですけど、まず、タウンホールとクラン城が近いこと、これは何がいいかっていうと、ここに突撃艦を落とすことによって、両方とも花火で折ることができるってことですね。花火の一番の特徴っていうのは、クラン城から出てくるラバハウンドとか、そういう、空に反応しない援軍を、城ごと潰せるっていうのがまず一個大きな、メリットになりますんで、これはすごく重要。で、二つ目は、モノリスですね。このモノリスが例えばこの、シングルインフェルノの位置みたいなところにあって、花火で一緒に巻き込んで壊せる、ないしは、この攻めですね、ここから一気にドラゴンバーって出してくるんですけど、トームかけるんですね。トーム中にモノリスを折ることができる、こういうどちらかがない場合には、花火やりにくいと思った方がいいと思います。結局花火ってドラゴン戦術なんで、ヒーローも、ドラゴンもモノリスにすごい弱いんですよね。なんでマジでここは気をつけた方がいいと思うところと、あともう一個は呪文タワーですね。これ霊人になってますけど、これポイズンだと結構危ないですね。ポイズンの呪文っていうのがスパガゴにヒットしちゃうとどうしようもなくなっちゃうんで、特に今回ここで、花火を炸裂するんですけども、そこにピョーンとね、ポイズンが来ちゃうような配置っていうのは、避けた方がいいです。というところでね、早速3本リプレイガガガッと見ていこうというふうに思うんですが、まずこのね、この削りはうまいですね。ここの、投石機区域のところにヒーローを流し込もうということで、ライドラで削りを入れていきます。で、どうもライドラ放置ですね。放置しておきながら一気にモノリス方面から、ドラゴン展開、後ろから突撃艦で、一時方面にはキングクイーンを出していきながら、これトーム打っていきますね。トーム中にモノリス、さらには、相手の、リーグル砲ですね、折っていけて、ワンチャンこの、投石と、ロイちゃんも見てますよね。で、ここで、炸裂させます花火ですね。花火は、スーパーガーゴイルが4体援軍に入っていて、で、クローン1枚型になってます。このね、クローン1枚型が結構バランスやっぱいいと思いますね、個人的には。こんな感じで、呪文が残るんですよ。なんでフリーズ2枚残ってるんで、これ相当でかいですよね、今ね。はい。で、うまいこと真ん中から中央部分にこうね、縦にこう割れていますが、割れた形っていうのがこの花火の成功パターンなんですね。これ真ん中にずっと滞留しちゃって、まっすぐこう行っちゃうパターンっていうのは、なんか良さげに見えるんですけど、実はあんま良くなくて。むしろこの中心部分、ここは花火できっちりとえぐっておくことによって、ドラゴンたちが両側にこう分かれるパターン。これが勝ちパターンですね。で、そこからもドラゴンとヒーローで押し切っていきますが、唯一怖いのはこのおでん像ぐらい、あとここのクロスボウなんですけど、フリーズ2枚残ってるんで、これをふんだんに使っていきますね。このドラゴンを生かすために、対空砲にあれかな、フリーズかけたかな。個人的にはこっちの、クロスにフリーズの方がなんか良かったっぽく見えますけどね。でもここは、ドラゴンの体力もわかんないしね、残したくなるよな、これはな。残したおかげでしっかりドラゴンがね、外周回収してくれてるんで、強いですね。はい、もう最後のフリーズはほぼドヤもうフリーズレベルのフリーズになっていて、圧倒的にこう全開取れるんですよ。なんで呪文1枚残せるっていうことですよね。ヒーローペットに関しては従来の、ヤクオール、ラッシー、ユニコーンなんで、またこれもね、伸びしろがあるっていうところですかね。はい。という編成です。で、
このパターンの花火っていうのがやっぱりね、あのトルネードにかかんない場合にはすごく強いんですね。なので、まあ、あのポイズンタワーの場所だったり、まあ、あるかどうかっていうところですね、タウンホール周りにあって、スパガゴが食らっちゃわないかどうかっていうところだったり、あとモノリスの位置で、クラン城とクラン城とタウンホールかの位置関係ですね、両方ともスパカゴで、壊せるかどうかってところ、この辺をきっちり見ていくのがいいですね。で今回のアタックっていうのもこれ黒2枚編成なんですけど、その代わりライトニング積んでないんですね。これはなかなか勇気あるアタックだなって思いました。ぶっちゃけあの結構僕怖くてできないですね。これ突撃艦をこのねエアスイーパーのこの隙間の部分、この辺にこう通していくわけなんですけど、いやきついなって感じ。あ違うか、上から行くのかな、上から行ったか。でモノリスがあるから、ここの、モノリス、クラン城、タウンホール3つを一気に突然持っていこうって感じかな。はい、これで突撃艦遠むかけてエアスイーパーの吹き戻しを食らうんですが、まあ、遠む時間もね、レベルが上がればもう 0.25 秒長くなるんで、はい、そこまで行くとなおさら安定ですけども、これきっちり届きましたね。タウンに届いて、ちょっとインビジ遅れたけどどうだ？大丈夫そうですね。タウンホール、モノリス。あとは、で、このシングルインフェルノ、マルチインフェルノを削っていきながら、真ん中のこのクランジョもですね、パコンが壊してくれます。こうすることによって、きっちりと、ヒーローたちがこの援軍を釣らずに済むという格好が作れるわけですね。これ今、援軍何が出てきたかちょっと見てなかったんですけど、多分ラバハンドとか入ったんじゃないかな。あんまり見えなかったですからね、援軍の姿が。で、これも、やっぱそうですね、真ん中しっかりえぐることによって、ユニットが両方にこう割れていくパターンですね、こういう風に。で、ドラゴンがもう大量に残ってるんで、フリーズ2枚残した状態で、もうあとは押し切っていく感じです。多分これもフリーズいらないですね、こうなってくるとね。ロイヤルチャンピオンがここで落とされちゃうかな。落とされそうではありますけども、ドラゴンがもう数めちゃくちゃいるので、後ろからグランドボールでもついてってるんでね、もうこれは盤石ですね。どうでしょう、さっき言ったようにやっぱモノリスとタウンホール、あとクラン城の位置関係をすごく気にする必要があるのかなっていうところですね。でエアスイーパーに今回あの吹かれても吹かれなくてもみたいな感じで、割と男気トスを打ってきましたけども、これね、エアスイーパーにかかんないとかトス打つのは結構やっぱ勇気はいるし、吹き戻されたところも勇気いるんですよね。途中で怒っちゃったらもうシャレにならないんで、そこら辺のやっぱり突っさばきっていうかがね、結構難しいんですが、まあ、今回フリーズ2枚残ってるんで、まあ、仮にね、安いパーライトニングで折ったとしても多分通ってたって感じですけど、どうだろうな、この辺の突はね、突撃艦は今結構アーチャーとかも流行ってるから、こういう突は結構対策これからどんどんされてくるんじゃないかなっていう気はしますけどね。なんでまあライトニング2枚型の方が安全ちゃ安全な気はねちょっとしますね。まあその代わり、クローンの呪文を、ね、1枚にすれば今のタトさんのタグもだいぶ、呪文枠の余裕は出たと思うんで、まあそういう格好で使っていくといいのかなっていう感じですけど、まあうまいとこにちゃんとトツ落として前回取ってるから何も言えないけどね、はい、タトさんは割と2枚編成ですね。で、ライトニングを使わない形なので多分これ上側から来るのかな、この地からガーって通していくのかな。キングクイーンを3時で、ドラゴンを多分イーグル砲の方面から出してくると思うんだけど、エアスイーパーをここ、あ、違う、エアスイーパーにあえて逆らっていくんだ。なんかこれが佐藤さんスタイルなのかな、ちょっとなんか珍しいですね。さあ、突撃艦が入っていって、トームちょっと早かったけど、エアスイーパーが相手のドラゴンにかかっているので、突撃艦は食らわずに、で、フリーズかけてさらに、エアスイーパー止めましたね。で、クローン2枚からの、インビジブル。さあ、花火が炸裂してるんで、今回もそうですね。相手のモノリス、タウンホール、クランジョ。これ全部、花火で折ることができてるんで、これ相当強いですね。こうなってくると、もうやっぱり真ん中がえぐれで、両サイドにドラゴンたちが散っていく形が、出来上がっていますね。上方面ドラゴンライダーが1体ですけども、まあ、こっち側しゃあないって感じですかね。はい、ぐるっと回って処理しましょうっていう、とこだと思います。こうなったら勝ちなんですよね。やっぱりだから、タウンホール14、から見てやっぱり変わってる部分は呪文タワーとモノリスじゃないですか。で、施設のレベルもね上がって HP 増えてはいるんですけど、スパカゴのレベルも上がってるんで、
まあ、そういう意味ではそこはまあイーブンに考えていいのかなっていう。となるとやっぱり今従来から重要であったタウンホールとクランジョ両方とも、まあ、突撃艦スパーシャのスパバルか、違うスパガゴですね、花火で落とせるかどうかっていうところをちゃんと見るっていうことと、あとモノリス投務中に処理ができるのかどうかってところ、ないしは、花火パートでスパカゴが処理してくれるのかどうかってところですね。この辺をよく見ながら使っていくっていうのが大事になってくるっていうね。やっぱりまあそこのタウンホール15になって新しく追加されたモノリスと呪文タワーっていう要素を、まあ、どういうふうにこの花火で潰していくかっていう考え方ですねをしていくのが大事なのかなってところですね。今回のアタックはフリーズで安いを止めたけど結構それが構想しましたね。この感じからするとそこにライトニング使っちゃってたらちょっとユニットが足んなくなってたような気がするかな。キング生き残ってるしね、ちゃんと、フリーズで止めて呪文の浪費を最小限にしながら突をちゃんとタウンまで届けたってところが行きましたね。どうなんだろうね。グランドホーデンのレベルが60になって、で、トームの時間がコンマ25秒、増えればどうだろう。もしかすると案外エアスイーパー逆らっていけちゃうのかな。ちょっとそこはまた試してみたいですね。レベルマックスのグランドホーデンを使ってね、しっかりと、はい、検証もしていきたいというふうに思いますが、まあ、いずれにせよ今言った要素ですね、タウンホール、クランジョ、あとは、モノリス、これをきっちりトーム、中のドラゴンないしはスーパーカーゴイル花火ですね、で壊せるかどうかで、呪文タワーポイズンめちゃ注意した方がいいと思います。インビジブルはわりかしこうね、こちらの、まあ、手持ちの花火用のインビジブル4枚持っていくとなんとかなることが多いんですよね。わりかし、まあ、スパカゴの攻撃力も高いので、まあ、一気にね、まあ、初手でタウンホールにスパカゴがクローンされてアプローチすれば、インビジブルが決まる前に、相手のね、呪文タワーのインビジブルが決まる前に落とすこともできるし、なんなら、インビジブルが決まっても、スーパーガゴイル、インビジブルで耐えている間に、インビジ、相手の呪文タワーのインビジが溶けて、わかりにくいね、インビジブルね。自分のなのか呪文タワーなのかね。はい、溶けて、で、そこにさらに、ガゴが、花火を叩き込めるっていうパターンも作れるんで、はい。やっぱりポイズンが一番いやらしいかな。遅れさせられちゃうんでね、破壊がそんな伸びなくなっちゃうっていう点でそこは気をつけた方がいいと思いますが、どうでしょう。やっぱね、ハズビーまだまだ使える配信には使えると思うんで、そこら辺注意しながらきっちりと使い込んでいってもらえるとまだまだいい戦果得られると思います。ご参考になれば幸いです。いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。では今日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。